インゴル。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。インゴル始めていきましょう。チームが増えた。仲間が。増えた感じですね。でもさ、メンバー最大15人ですね。ちなみに今のイベントは何だ？お知らせ見てみよう。新春ウルトラミンゴルフェイス。みんなガチャだな。ガチャばっかりだな。ガチャいいからとにかく遊びたいんだね。ソテカカップランキングトーナメント、これやりましょう。ランクマッチじゃないみたい。またなんか開いた。みんな好きだな。ミンゴルチャレンジか。ちょっとショート気味かな。いや、そうでもない。意外と近い。一つ番手上げてもよかったかもな。
そうだ、通気で行ってもいいですからね。よし、参加することに意義がある。バーディーだったんだ、これ。どうなんだろうね。78ヤードだからパー3だと思うが。終わった。ベストインパクト 50%。グリーンの中にバンカーがあります。パスリーですよね。ちょい打ち下ろしだ。いいですね。ナイスショット。でもちょっと距離が飛びすぎ。え、なに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 、え、落ちた。嘘でしょ、どんどん下がっていく。なのでね、そうだ、 OK。 また一人リタイアです。ちょっと上だな。OK、 ナイスショット。これオーバーする。戻ってきそうですね。あ、戻ってこないか。なんかなかった。チップイン狙うしかないが、悪くはないが。なんだこれ、すごい勾配。頼むぞ。パーはキープ。マスジさん打たれてないですね。あ、4ヤードになった。乾燥した中では最下位。
と同じホールじゃない。しすぎか。オンはしましたけどね。あ、行かなかった。これは。うわ、ショート。これはいただけません。なんだこれ、スニーパッド。ひどい。なぜだ。デカカップでスニーパッドってひどいな。さあリタイアです、うん、あれ、どうやって戻すの。戻った。よかったよかった。ちょっと打ち下ろしだからな。あれ？何これ？腰がおかしすぎるな。オッケー、これはもう入るでしょう。パーです。なんか気持ち悪いな、このダメージってたら。ハングリーみたいな感じ。今どこ押したっけ。
あ、何？勝手に押す。勝手に押されちゃってる。これは下に変わった。ボギーパッド？これでも右行くもんな。なぜだ。くそ。もう一回やりましょう。ナイスショット。これはおー、いいですね、素晴らしい。これはもうバディ取らなきゃ嘘でしょ。しっかりバーディー取っていきました。よし。3位か。3位じゃないよ、5位。ちょい打ち下ろしだが、そこまで。ただの打ち下ろしじゃない。カラーですね。でも 3.6 しかないです。これはもうパターでいきましょうと思ったが、3度アプローチ位置にいいな。バーディー。よし。転がさない方がいいですね、このゲーム。なぜか順位が落ちてしまいました。さあラスト1個番手上げて、ちょっとオーバーかな。カラーか。
あー惜しい。36センチか。パーですね。物足りない。くそ。はい。頑張ったんですけど、みんな結局バーディー取ってますからね。一つ解除された。パーボールもあるな、パーボールもあるな。コントロールボール、ちょっと待った、パターってなかったっけ。パットコントロールありますね。ちょっとバックしてみよう。ボール先生だ。位置がいいのか。いい感じ。ぐらいしかプレイしてないんだな、これは。ギリギリのはいますね。まあ N さんが入ってくれたおかげでマーク・ウクライドも久しぶりにちょっと活性化されたんじゃないでしょうか。99、これがピンクみたいですね。
もうちょっとなんかやろう。フライトマッチ。モンゴル、そうだ、モンゴルチャレンジがあった。これやってみよう。ボールが独自なのもいいですね。車が通ってる。微妙に上に上がるけど、ポンポンは変わらないから、そんな打とう。いけるか。あと風ですね。風がどうなのか、アゲインストなのか、それとオーバーするか。手前イライラしてます。ひゃん、相手のパットです。どうかな。おー、いいとこまで来た。どうなんだろう。ちょいこんな感じかな。オッケー、入りました。バーディーです。よし、ペタカップじゃないからな。はぁ、あ、です。これだけ。はい、いろいろもらえますね。他の条件はなさそうだな。だ、リロイ。すごいね、これ。本当は上げないとダメだな。まずなんか、はい、そこ、これだけでももうフリは否めない。意外と距離がある。さあ、相手は 10m パットです。あー、着実に決めてきますね。ハイライト負け決定です。そうだ、これ入りましたね。負けですけどね。パーだけ1000点。ちゃっ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 。よし、行くか。今度はナイスショットか。頼むぞ。オンはしました。よし、はい、もういいね。わずかにカラー及ばず。そういう意味ではこちらが有利だが、
まあ、結構グリーンの流れが速い。そこにあるからな。このぐらいかな。これでもなんか右に曲がれそうだ。曲がりそう。気はしますが。これは。わずかに及ばず。どうだ。まあ、ひどいなお互い。まあ、勝つには勝ちましたが。何でしょうこのクローバーみたいなやつ。ヘッド専用の運アップアンっていう運の要素ってあるんですね。アシュリー、悲劇のチームとは。なんか川からジェット噴流が流れてる感じ。どうかな。ちょっとオーバーか。2段グリーン。あ、カラーなんだこれ。なんそうか。え、距離あるんだこれ。やっちゃった。うわ、22センチ近い。バンジーキュース。そうだ。わあ、カップをかさめてしまった。これはいけません。なぜだ。なぜだですね。くそ。よし。コースが難しいや。行きましょう。これでもオーバーしそう。一応オンはオンです。いいとこ来てるな。振りは否めない。あー、わずかにショート。すごいなこれ。どう？うわ、ひどい。なんだこれ。ちょっと待てよ。なんでそうなるの。なぜか。パットです。くそ。よし。全然すみません。焦りが見えすぎている。
第1打がすごい大事です。これは左に行きすぎてんな。悪くはないが、いいとこまで迫りましたね。あ、これはすごいな。そうだ、これでも左に曲がるのか。危なかった。ようやくパーキープ。300ポイントだから、これ入っても100ポイント差で勝ちです。ようやく突破か。あとスタミナ剤は2つしかない。調子ですね。どのぐらいかな。そう、風が読めないんだ。これちょっとオーバーかな。いや、そうでもない。これはすごい。フロートショット、これだけ1500もらえるんだからいいですね。相手が結構いいショットを打ってくる。近い。まあ、ちょっと落ちますが。あら。おお。勝ち、ほぼ勝ち確と言っていいんじゃないでしょうか。簡単に突破です。さあ次ですね。次誰だ。レオナさん、スタミナ剤残り1つ。これ砂？大丈夫、グリーンなんだこれ。今はするな。台上に乗ることが絶対条件です。いや落ちるわ落ちるわ。あ、これはまだ。確かにハイビスカスは綺麗。そっちの方がいいのか。いける。あれ、うん、どこまで行くんだ。でも悪くはないですね。こっちに比べたらリード。スピンバーディーを決めたい。どこ、何
これはなんかフラドスが近づいてる。何これ、どう上がりきれない、ひどい、これそうだ落ちちゃう、あちょっと難しそうですね。よし、くるくるパッド。もう一個、もう一回チャンス与えられました。よし、ヒントが欲しいな。 0.3 のアゲインスト、ナイスショットです。悪くはないがセミラフ、もうちょっとパワー与えた方が良かったかな。何が？どう？そうでもない。いいとこ落としてきたら相手の方が、逆にチップインバーディー決めた方がいいんですよね。ガラスとやばい、なんでこんな右行ってるんだ。そうだ悪くない、ニナングリーン、強すぎる相手が。おいか、相手はパーパットです。軽く決めるでしょうね。
った服が。大将ね、チャンピオンは化粧ワンちゃん、働く細胞っていうのがあるんだ。というわけで、なんでしょうね、なんかいろいろもらいました。釣りだ釣りだ、やはりパッドに、難を抱えてるっていう感じではありますね。パッドコントロールは116ですね、今。いかにパッドインパクトとか、この辺をやっぱり上げていかないとね、いけないですよね。ということで、ランキングトーナメント、年末年始超デカカップ第3弾はじめ、いろいろやっていきました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。ぜひご覧ください。同じ説明欄にはミンゴルのプレイリストも用意しております。そちらをアクセスしていただければ嬉しく思います。またツイッターのフォローもお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画のイコでした。